福井城は大阪府茨城市にあった日本の城。現在の福井城跡はほとんどが田畑になっており、一見したところ城跡と判断しがたいが、土地の工程と堀の構造、そして現在も使用されている小技名本丸、城形に構えなどの地名から城の概要を押し量ることができる。地理は茨城川東岸。 北側には福井山の市脈の突端部の台地に築かれた山城もしくは岡城と考えられている。また近隣にはおってもん学院大学を挟み直線距離で約1 5トルの場所に愛情がある。この城の歴史については多くは分かっていない。明治時代初期頃に作成された東、摂津市場図紙によると、県武岩原摂津国、河内国、泉国に、 楠木正き守護が気づいたとあるが、楠木正きが、摂津国の守護職に就いた史実はないので伝承レベルで、記載されたと思われる。ただ、西国街道と丹波街道の抑さえとして気づいた、としている点は可能性が十分あり、楠木正き説を否定できない。細川頼り像同じ、東、摂津市場寿司には、細川頼りが、福井城に、摂津国の守護台を、 また、細川勝元の時には、秋葉元秋を守護台として廃止したと記載されている。また、福井城の西側に、古来、八神と称する場所があったようで、福井村市によると、大英五年から翌年まで、四国法の三吉勢と京型の薬師寺勢と数度の、合戦ありし古積とあるが、これは、大英六年から翌年の誤りで、桂河原の戦いのことで、 はの元清軍がこのあたりまで戦線を拡大していたと思われる。この福井孫氏によると、矢神と称する場所は、武士が矢の稽古をしていた場所、との記載もある。廃城は、この桂河川原の戦いの大英7年2月のことで、細川春元方に降伏し開城した。その後史上からその名を消したので、この時に廃城になったものと思われている。 福井城の上郭部分国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成規模は南北に400メートル東西に250メートルほどで東西を川に挟まれ堀のような役割を果たしたと思われている本丸の下5メートルの台地にはわずかではあるが石垣の残存も認められるまた我が町茨城よると 二の丸の北西部分で、室町時代の河原編が検出されたとの記載が見受けられる。カラメテ跡と茨城川現在は、大阪府道114号人情寺福井線が、城内跡に付設され西側の一部が分断されているが、茨城川までが城郭であったと推察される。右写真から左写真につながり護岸工事が施されているが、当時も大きな崖になっており、 西側からの侵入を防ぐ効果があったのではないかと推察されているバス乗り場。ありがとうございます。